ガールズリボン総プロデューサーのニエです。今回はですね、前回まで皆さんに見ていただいていた審査があると思うんですけど、あれが二次審査です。最初に応募してもらって書類審査を通過した約1000人の応募の中から350名が歌とダンスをやっていた二次審査に進んでいたんですけど、そこから35人まで落ちまして、その35人と1ヶ月半をかけて面談をしました。リモートで面談をして、その35人の中から16名が最終の合宿審査に進むことになりました。その最終の合宿審査に進むことになった16名を今日から4週をかけて発表していきます。今日合宿に進むことになった4名を発表して、来週4名、再来週4名って形で4週をかけて合宿審査に通過した16名を発表していきます。今日発表する4名には全員共通点がありまして、ガールズリボンのオーディション、最近誕生するアイドルの中ではめちゃくちゃ前線落ちが少ないんですね。ほぼほぼ応募者1000人の中で950人ぐらいは前線落ちがいなくって、全くの活動をしたことがない学生とかそういう子たちが多かったんですけど、今回発表する4人は前線落ちだったり、ちょっとインフルエンサー的な活動をしてる子を今回4人紹介します。まず1人目なんですけど、364番中野カレン。中野はですね、この子はちょっと特殊で、今回このガールズリボーンという企画は折り紙というアイドル事務所と私がやってるカジャという会社が共同運営で進めていくプロジェクトになるんですけど、その折り紙というアイドル事務所にすでに5つアイドルグループが存在していたんですけど、そのアイドルグループのゼロプロジェクトっていうところからもガールズリボーンには応募者がいたりだとか、そんな中で同じ事務所の戦乱のエプレスっていうグループから中野は応募してきています。なので同じ事務所内で応募してきてる子になるんですけど、なんでその同じ折り紙内から来た子の中で中野を取ったかというと、中野はすごいパフォーがいいんですよ。同じ事務所だったのでずっと見てきてるんですけど、中野すごく歌もうまいしダンスだったり表現とかも上手なんですけど、本当に顔に自信がないみたいで、結局やっぱりアイドルって顔って大事な要素じゃないですか。なので中野はすごく見た目にコンプレックスがあって、結構本当に特典会に出れなかったりとか、ライブに出るのにも本当に精神的に来ちゃってっていう日々を過ごしていたっていうのを聞きました。でそれは同じ事務所から来てるので特別視をしたりとか、その贔屓をするっていうつもりは全くなくって、なかなかこのオーディションに参加してるのは先週ね、ちょうどTwitterの方からも発表されたばっかりなんですけれども、ちょっとね、中野だけ特集でこういう風に掛け持ちというか、この同じ事務所内からの応募なのでちょっとややこしい部分があるんですけど、みんなと一つ共通大きくしてるのはやっぱり見た目にコンプレックスがある。ガールズリボンではやっぱりこういう子を撮りたいっていうのが最初からのテーマだったので、同じ事務所からの贔屓なしに中野は合格になりました。やっぱり歌が良くてダンスが良くて、でも顔で結局はファンがつかないっていう子をガールズリボンを撮りたいっていう話をしていたので、私にぴったりだと思って応募してきてくれたみたいです。で続いて2人目なんですけど、2人目と3人目はちょっとこれ一緒に紹介しますね。なんでかっていうと、これちょっとすごい特殊で、同じグループから2人応募してきてるんですよ。1人目が225番吉木渚、3人目が280番桐谷優奈。この2人ですね、実は大阪で今現役でアイドルやってる子で、中野と同じで現役なんですね。この3人、前線持ちとかじゃなくて、それぞれ渚も優奈も中野もみんな今のグループで悩みだったりコンプレックスだったりっていうのを抱えながら活動していて、でガールズリボンだったら自分の人生をまた新たに変えていけるんじゃないかなと思って応募してきてくれたっていう流れです。この桐谷に関しても吉木に関してもすごく大きなコンプレックスっていうのがあって、それはまた合宿で後々本人から話してほしいなとは思うんですけど、なのでこの3人に関しては全員前線持ちというか、今現在アイドル活動を行っているので、ガールズリボーンに合格した場合ガールズリボーンに移籍という形になると思います。とりあえず今後合宿に参加することはこの3人決まったから、今後合宿とかそういうインタビューの彼女たちの本当の言葉を聞いてちょっと寄り添ってあげてみてほしいなと思っています。なのでこの2人も含め3人がアイドル経験者ということで、
で、最後の一人なんですけど、最後の一人がですね、242番、くもせちよちゃん。この子ですね、今、TikToker なんですよ。で、TikTok が16万人ぐらいいるのかなっていうことで、この子、コスプレイヤーの子なんですよ。で、SNS もすごくフォロワーが多くて、コスプレを中心に活動してるみたいなんだけど、この子がなんでガールズリボンに参加したかっていうのは、加工後の顔と、実際の自分の顔のギャップにコンプレックスを抱えて、自分が画面の中にいる自分の顔により近づきたい。で、そこがやっぱり怖いっていうところで応募してきてくれてるんですよ。で、この子ね、すごく歌も良かったんですよ。今日ね、紹介した4人は、まあ、くもせに関しては、そのアイドル経験者なわけじゃないんだけど、やっぱめちゃくちゃちゃんと歌えるし、やっぱ人前に立つってことを経験してる4人なので、すごくね、表現だったりっていうところもいいなって思って合格になってます。今回ちょっとこの4人を1回目でピックアップしたのは、そもそも活動をしていて、多分この動画で知ったりっていうする人もいると思うので、ファンの方からすると複雑かもしれないですが、4人のね、ちょっとじゃあ二次審査の映像も見てもらって、今日はここまででお別れといたしましょう。中野カレンです。よろしくお願いいたします。相当吐き出すため息を吸い込んだ後悔は苦い味し残して、yeah、具体的にどうして行きたいと思います？目以外。目以外かわいい顔になりたい。なんか AI みたいな顔になりたい。なんか基本的に学校行ってなくて、誰かに何か言われたわけじゃないけど、自分の中でもうできないって思っちゃって行くのをやめて、でも目標あったら頑張れるタイプで、その目標のために頑張ろうって思って行くけど疲れちゃってまた行くのやめちゃってみたいな。なんか基本的に友達がいないんで、その話す相手がいなくて、だから学生時代ずっとトイレでご飯食べてました。225番、吉木渚です。今日はよろしくお願いします。何でもない世界だって君がいればシャイニーデイ。こういうアイパフォーというかグループパフォーマンスで言ったら、手羽先センセーションさんの日並遥さんっていう人のパフォーマンスが好きで、持ち先までちゃんと全部神経いってるみたいな感じのパフォーマンスされて、なんか歌はめっちゃすごい苦手って言ってはるんですけど、それでもすごい頑張ってはって、そういうとこがライブに行ってて好きになったところです。整形はどんな感じになったりとかあるんですか？ずっとな、小学生ぐらいの時にめっちゃ悩んでたのが、ぼーっとしてても目つきが悪くて、多分目が結構猫目なんで、それで怒ってるとか結構言われがちやったんで、そこがすごい嫌で、なんかどっちかっていうと優しい印象にしたいので、垂れ目とかにできたらいいなっていうのとかもあったり、あと鼻が丸いのでちょっとシュッてしたいなっていうのと、あと顔にすごい肉がつきやすくて、太った時にここの肉を取りたいですね。今やったことある整形は鼻のヒアルロン酸と、あと糸、うん、あ、緑です。280番、桐谷優奈です。よろしくお願いします。お願いします。一人で生きられそうってそれだけで褒めているの。ニヤさんのなんかすごい人間魅力あふれてる部分がすごい好きで、なんかそのこのコンセプト、オーディションのコンセプトとかも根本的に見てるのは中身だなと思って、なんかすごい矛盾があるようなコンセプトやけど、それにすごい惹かれてきました。一応整形するとなるにはちょっと直すことないね。ありますよ。どこがなんか人中長くて、なんか口がなんか出ちゃってる、ろくろ口っていうんですか、ね、でここにヒアル入れたんですよ、うん、で、ここってちょっと入れて、で、なんか顔に私メイクで勉強してあざをうまいこと隠してるんですけど、顔にあざがこっち生まれつきあって、だからその髪型とかも結構こっち隠してたり、ピアスもこっちだけしか穴開けてなくてこっちを隠してしてしまってたり、ちょっと自分のコンプレックスも
方ってあの釣り目なんですよ私。でメイクで頼りにしてたり、うん、そう 白目がめっちゃ短くて少なくてこっちそういうのも気にしてて悲しくないさないさ逆光よどんな感じに整形したいとかあるんですか？輪郭が丸めで、ちょっとエラーとかが気になってて、あと私コスプレしてて写真とか加工するんですけど、その時にやっぱ鼻ちょっと大きいなとか、こうなかったらもっと可愛いのになとかよく思っちゃって、この加工後の感じになりたいって感じですかね？そうです。何がきっかけでコスプレをしたいだったんですか？その時演劇部に入ったんですけど、演劇部の先輩がやってて、で誘われて始めました。整形をしたいとアイドルがしたいだったらどっちが強いですか？本当はアイドルになりたくてずっと、でもちょっと自分の顔に自信がなくて、でそれで俳優もその俳優だったら顔は関係ないかなって思ったんですけど、俳優も顔は大事ってことをちょっと身にしみまして、アイドルになりたいなと思って調べて応募させてもらいました。来週はですね、未成年がすごい来てるんですよ。ガールズリボンって応募自体って見ると下は12歳から来てるんですね。で上は40歳近くまで来てて、で未成年の整形っていうことに関してもアベマでもやっぱすごい取り上げられたし、の中で今回15歳の子が受かってます。その15歳の子とかに関してもちょっと見ていこうかなと思ってます。なので来週は未成年だったり整形をしたことがない子っていう4人を紹介していきたいと思います。